こんにちは、さくよです。本日はですね、皆さん俺気づいたことについてね、今回話していこうかなと思います。で、この画面ね、皆さんもう知っての通り、俺の動画見てくださってる方ならなおさらもう知ってるんじゃないかな。チャレンジライブの画面なんですけど、今日俺やってね、本日のチャレンジ数残り0回、4時にリセットって書いてあると思うんですけど、先ほど、1回やりまして、はい、これね、1日1回やろうねっていう俺のね、動画でもね、毎日ね、今のところ、やろうねっていう動画を出してきてるんですけど、まあこのチャレンジライブの回数についてなんですけど、どれだけ課金してもこれって増えないんですよ、この数って。例えばね、めっちゃ高額の20円とか、20円じゃねえやもう20円で高額っつったらもうどういうこと、まあ、とりあえず2000万円とか200万円とか課金しても、ここの数が1から2に増えることって今のところないんですよね。でね、俺気づいたことをこれから話すんですけど、これって今のところ1日1回しかできないんですよ。ただ1日1回でにするんだったら、ここって今日プレイ済みとか1分の0とか、そういう書き方をする方がいいじゃないですか。正直言うとそっちの方が分かりやすいじゃん、残り1回って書くより。なのにこの本日のチャレンジ回数残り1回っていう、残り1回っていう書き方って、これ2にもできるんですよ。数をね、でんじゃねえやめちゃめちゃ増やしていけるんですよね。残り99回にもできるし、この書き方だと。なんで俺ね、今後ね、これ何回とかすごい増えてくるんじゃないかなと思いまして、まあ増える方法についてなんですけど、俺の予想はおそらく課金システムになるんじゃないかなと思います。来たとしてもね、まだ先の話にはなるんだけど、最近始めた人って正直このチャレンジライブってさ、全然やっぱり最初にやってる人と差がめちゃめちゃつくじゃん。最初からやってる人ってずっとやり続けるから上がっていくんだけど、1日1回だから、なんていうの、追い越すことがないのよ、最近始めた人は、昔やってる人。なんでここね、2回とか3回にすることによって、頑張ったらね、日にちかけてったら追いつけるっていうのがシステムが出来上がるんで、まあおそらく俺は増えるんじゃないかなと思いますね。まあどういうシステムかで増えるかっていうのは正直わからないんだけど、俺の予想は多分課金システムで、まあここ回数3とか2とかにできるんじゃないかなと思います。多分ね、そのシステムが来たらこの動画にね、コメント今回から実装されましたよって来るかもしんない。でももしかして増えない可能性もね、まあワンチャンあるんだけどワンチャンあるんだけど、俺がこうやってさ予想することによって、あ、運営さんがそれやめようみたいな、俺がさここで答えたことによって運営さんがその戦法を使わなくなる可能性もさ全然あるからさ、なんかごめんなさい、もしそれで却下になったら。はい、ということで今回はチャレンジライブの回数についてかな、増えるんじゃないか、今後増えるんじゃないかっていうね、ことを言ってきました。まあ最後にね、この動画で一番何がね、伝えたかったかっていうと、エナナンが可愛いっていうことですね。